佐藤進佐藤進むから1921年7月25日は、幕末から明治にかけての医師、医学者、日本陸軍軍医、順天堂委員長。最終階級は、陸軍軍医総監、男爵、医学博士、日立国太田内堀で上造業校、数成米の長男として生まれる。桜順天堂に入り佐藤小中の養子師となる。母親戦争では、 欧州に出張し、白三で新政府軍の病院頭取を務めた。明治2年、明治政府発行の海外渡航免場第1号を得てドイツに留学、ベルリン大学医学部で学び、1874年にアジア人として初の医学士の学位を取得し帰国、順天堂院で医療と医学教育に従事した。1877年、 西南戦争が勃発すると、陸軍軍医官に任じられ、陸軍臨時病院長として大阪に出張した。1879年10月、陸軍本病院長に就任。1880年に陸軍を辞め、順天堂の経営に専念した。日清戦争が始まると、再び軍医官に任じられ、広島予備病院長に就任。1895年3月24日、 講和交渉で来日していた李工省が下関で小山と与太郎に狙撃され負傷した際にはその治療に当たった。日露戦争では3度軍医官に任じられ広島予備病院御用係に就任し休日返上でその職務を遂行した。1905年12月30日、交尾役に返入。1910年4月1日に退役した。 1907年9月21日、日露戦争の功により、男爵に助爵主家族となる。1909年、順天堂委員長の職に泊まるが、順天堂の運営を、養子の佐藤達次郎に任せ、母の実家のある茨城県朝尾町に移り、余生を送った。下課通論。ありがとうございます。